もみじさん道光明寺は、京都府長岡京市にある寺院、西山浄土宗の総本山。法年が、初めて、念仏の教えを説いた地である。また、紅葉の名所としても広く知られる。奈良へ学賞となるべき死を求めて、比叡山延暦寺を下ってきた二十四歳の法年が、青屋の里の村や、そして、上安五年三月、ついに浄土宗を開いた法年は二十年前の、 約束を守ろうと、この地で、初めて念仏の訪問を説いた。こうして法念が初めて、お念仏の教えを説いた地であることからこの地は、浄土門根元地と言われている。その後、法念を主体系した弟子の連生が、研究9年に、法念ゆかりの当地に念仏三埋道を建立し、法念から、念仏三埋院の事号を頂戴したのが光明寺の直接の始まりである。 県営2年9月4日に熊谷で予告往生を遂げた連世の遺骨は遺言により当時に安置されたという。カロ3年に起こったカロの法難の際にはここで法年の遺骸をダビに伏し、平等が建てられた。その際に法年の石棺からまばゆい光明が発せられたという。史上天皇はそのことを聞いて光明寺の直学を与え寺名を改めた。 法年の弟子である西山商人昭空が西山義の教えを広めていき、浄土宗西山派が成立していくが、その弟子の清都が昭空の教えの上にさらに自らの考えをも交えて西谷流を唱え出し、光明寺の他に善林寺も主な拠点として西山義、西谷流の教えを広めた。1876年には光明寺は、 浄土州西山派の西本山となる。だが、1919年に、浄土州西山派は、それぞれの考えの違いから浄土州西山光明寺派、浄土州西山善林寺派、浄土州西山深草派の3つに分裂してしまい、現在に至る。敷地6.6ヘクタール、建造物は33棟でそのうち17棟が、死指定文化財である。 法年承認25、霊石15、玄空寺から16、光明寺から17、二村院京都落成、観音霊城6、お特にに寺から7、光明寺から8、観音寺西山国士遺跡霊城12、三古寺から13、光明寺から14、大間寺奥院京都府、長岡京市青西城のうち26の1、紅葉期以外は、入山無料。紅葉期のみ高校生以上500円。 団体400円、中学生以下無料、ありがとうございます。